はい、こんにちは。マロンダヤンワリと申します。今日はね、届いたばっかりのヘルベイプのファットラビット RTA をやっていこうと思います。すごい可愛いですよね。僕もこんなんなんで、すごい愛着湧いてます。まだ使ってないんですけどね、なんか可愛いなと思って衝動買いしました。で、今吸ってるのはオキシバ OXVA、 オキシバっていうのかな、のポットを吸ってますね。これも伊賀屋さんで注文してたやつで、ちょっとね、波に乗りに遅れてやってきたっていう。まあ色合いがねすごい好きなんで、まあ普通に使っていこうかなとは思いますけど、いや講釈はいいんでビルでやっていきたいと思います。まずこれがですね、デュアルエアフローシステムっていうんで、何がデュアルなのかっていうとですね、これまあぐるっと一周見ていきますね。そう、この面で見てもらうと分かるんですけど、ローとミドルとあるんですよね。ボトムからのエアとサイドからのエアを両方当てられるっていう、まあそういう構造なんですけども、まあここは半回転ぐらいでリキッド入れられるっていう感じ で、これまた分解していくと、こう煙突の部分が取れるんですね。で、ここも90度ぐらいずらしたところかな。あれ、どっちだか分かんなくなったぞこっちに向けて、はいと抜けると、まあデッキが現れると、まあこんな感じになっております。デッドラビットのはね、ウサギの耳みたいなのが特徴的でしたけど、こうフラットな、まあちょっとこう段差は段々があるんですけど、なんていうんですかね、フラットな感じで、でボトムエアフローがここから上がってくるってことですね。これもかなり大きいですね。じゃあこれを組んでいこうと思います。まず付属についてきたのがヒューズドクランプトンと、あと便利なあれですね、コットンですね。でヒューズドは今日は使っていかないんで、これはないとして、あとオーリングですね、各種芋ネジで、ジグとあとマイナスドライバーで、ジグがあるんですけど、これ6ミリのとこ見てもらうと横に矢印がついてるんで、この6ミリでカットしてあげるとちょうどいいよっていう親切設計になっていますと。今日はどうしようかな。なるべく爆炎でいきたいんで、ニクロム80の22ゲージを5巻きのデュアル、4ミリ内径ですね、4ミリ内径の5巻きのデュアルでやっていきたいと思います。
過ぎちゃったな、もったいないな。よいしょ。でもまあ読みないけだからな、結構巻き数が少なくても。猫が邪魔しに来てますね、今ね。おっさん何やってんだいっつって。よいしょ。じゃあ巻いていきます。ごまき長すぎちゃったね、もったいないね。ワイヤー高いからね。1,2,3,4,5 と。これってごまき半っていうんかな、ごまきでいいんかな。目がシパシパしちゃってね、ここでコイル数えようと思っても数えられないですからね。じゃあこっちも同じくごまきでいきます。1,2,3,4,5 と。よいしょ。ここまでできちゃえば、あとは自分に乗せて切るだけなんで、これは片付けちゃうかと。切りますと。はい。じゃあ、6ミリ、ここね。どっちみちあれか、ケネディなんか組んでても僕このぐらい余らすからな、割と普通か。よいしょ。じゃあ組んでいきましょう。よいしょ。どうしてもビルドやってる時は無口になっちゃうな、まあ、素人やからな。流暢にね、喋りながらね、できればかっこいいんですけどね。よいしょ。いや、もうこれはもう足ベータでね、
6ミリカットって言われてるんで信用してベタで言えます。なんか微妙に高さが違うような気がするんですけどね。まあ、こんなもんか。こんな感じですね。で、ボトムエアフローが真ん中に集中してるんで、なるべくコイルとコイルはギリギリまで寄せた方がいいと思います。その方が美味しいミストがね、この間を通って出てくると思うんで。ボトムエアフローね、ちょっとこう寄せたぐらいがいいと思いますと。よいしょ。じゃあ火入れていきましょう。よいしょ。はい、これはこのぐらい近い方がいい？見やすい？どうなんだろう。0.11、絶対組むなって言われるあれですね。これもっとで焼きますか。これシングルバッテリーじゃきついかもしれないな。あのみんな使ってるね、コイルマスターの5円盤のやつならね、あれならデュアルなんですよ。で焼けるんですけど、今ようやく端が焼けてきたかなぐらいだから、これで組んじゃった方がじゃなくて、もっとに乗っけちゃった方が早いですけど。みんなセラピン使ってくださいね。危ないから。こっちの方が明らかにスピードが遅いですね。まあ、大体同じぐらいですね。
から外へ。真ん中から外へ。はい。じゃあ最終抵抗値が 0.15。まあ、DR のバッテリーだから大丈夫でしょう。じゃあウィックしていきたいと思います。最初から用意しておけばダントレがいいですね。今度からそうします。4ミリなんでね、多分普通にウィッキングできちゃうと思います。あー、ごめんなさい、全然見えないところでやってましたね。ウェールはこの辺なのでそんなに長く取らなくても大丈夫だと思います。デッキから気持ち外すぐらいですかね。これをすかずに入れていきたいと思います。斜め切りすればよかったかな。そうですね、ちょっと斜め切りしましょう。これちょっとこうやってハスに切ってみました。あれの容量だね、メッシュなんかのタイプと同じ容量でだって容量でね、組んだければねいいと思います。あとここにねリキッド垂らせばねコットンもある程度落ち着いてくれるし、よいしょ、これでリキッドを垂らしていきたいと思います。あ、これね、いつもの美味しいやつ映ってなかった。いつもの美味しいやつ、ベイビースペースリュウさんで買える美味しい俺のレモン。美味しいやつを吸っていきます。
うん、いいでしょう。じゃあ蓋を閉じていきます。これチムニーの裏側ですね。表から見たのと同じで段々です。テーパーとか当たってません。もうあんまりそこら辺は気にしないみたいなスタンスなんですかね。あ、でもこう見るとど真ん中からズドンと上がってくるんだな。これちょっと興奮しますね。どんな味が出るんやろ。もうここもドバッと開いてるんでね、たっぷり入れていきたいと思います。よいしょ。一応内圧とか心配なんで空吸いしときます。でこれでじゃあボトム全開、ミドル全開で吸っていきますか。よいしょ。じゃあ吸っていきましょう。今日使うモッドはこれ、スモーク、大きいやつ30ミリまで乗るんでね。これが確かファットラビットは28だったような気がしたな。28ですね。28でジャストツラぐらいか。いやそんなことないな。30ミリでジャストって感じやな。ですね。言うこと聞かない久しぶりに使ったら使い方忘れてる。ニューコイルでしょ。あ、来た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 。もうちょっといきますね。80ぐらい。90ぐらいでいきましょうか。じゃあいただきます。風呂は荒いですけど、結構ケネディとかあっち寄りなのかな。ボトムエアフローのおかげなのかな。ちょっとボトムだけ本当に閉まるか閉まんないかぐらいでちょっと捨てきます。あ、全然味が違う。舌は開けといた方が美味しいですね。で、真ん中を締めていきましょう。ガバ穴だったのを一個穴にして、下は全開。で、吸っていきます。
もうちょっとボトム絞ってもいいですね。半分ぐらい。一個開けの半分ぐらいがすごいいいです。美味しいです。正直舐めてましたね、これ。ファットラビット、美味しいです、ものすごく。ちゃんと甘みも出てるし、香りも出てるし、美味しいですね。これ多分リュウさんとこのベープスペース、リュウさんとこの大家さんとか見たら、違うよスペードだって言ったじゃんとかって、マロンさんとかって言われそうだけど、スペードじゃなくても美味しいです。ほんとケネディに近い感じですね。はい、じゃあ以上になります。もしご興味があったら購入してみてはいかがでしょうか。励みになりますので、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた今度何かあったらさよなら、ありがとうございました。